永井優子は学校が苦手だった。はあ、高校に入学して数ヶ月、人とうまくしゃべれないのを放っておいたらこのざまである。友達ゼロ。白鳥あずみさん。まあ、ああいう人気者さんは私みたいなのとは無縁の世界に住んでるんだろうな。今日も疲れたな。ただいま。おかえり。ただいま、にゃんこたち。やっぱ我が家は天国だな。うちには3匹の猫がいる。やんちゃなマンチカンのマー、ゆうこ、お友達できた。おっとりなシンガプールのシー。マーさん、そんな急には。ねえ、ローさん。しっかり者のロシアンブルーのロー。むしろ私が一緒に学校へ。みんなマジ天使。猫最高。ゆうこ、いつまで玄関にいるの？にゃんこデイズ。よし、今日こそこのゲームクリアするぞ。ゆうこ、指を回す。ちょっと待って。ゆうこ、おやつ食べる？食べる。この間買っといたポテチも出そうかな。見てられないんだから。ごめんにゃさん。今の音ってやっぱり。ん？よう、いつも手伝ってくれてありがとうね。えらいえらい。別に褒められたって嬉しくともなんとも。めっちゃ喉鳴ってる。それ、ゆうこさん。え？はい、し、あー。しーが無類のボーロ好きでよかった。し、あ、まんまんまん。にゃんこデイズ。課題も終わったし、そろそろお散歩行こっか。どっか行きたいところある？この前行った高いところ。よし、じゃあそこまで競争だ。やっぱりここから見える景色は綺麗だよね。あら、あなたは。え？同じクラスの小永井さんだよね。白鳥さん、どうしてここに？ここ、うちの私有地なの。人気者な上にリアルブルジョワ。それにしても、小永井さんちも猫飼ってたんだね。しかも3匹も、すっごいよ。私、猫のお話できるお友達欲しかったんだ。これから、よろしくね。うん。いけない。もうこんな時間。結構始まっちゃう。また月曜日、いっぱいお話ししようね。バイバイ。バイバイ。ああ、緊張した。本当に今日はびっくりだったな。まさかあんな形で友達ができるなんて。全部あなたたちのおかげだよ。いつもありがとう。にゃんこデイズ。ようこいないとつまんない。ああ、もう、学校行ってるんだから仕方ないでしょ。ゆうこさん、ちゃんとお話できたでしょうか？全然ダメでした。話すことはおろか、周りに人が多すぎて近づけもしなかった。小永井さん。白鳥さん、ショーのことで校長先生が呼んでたわよ。こんなんじゃずっと話せない。
もう早く帰って猫モフしたい。マーはお腹を触られるのが好きで、ローは顎の下、シーは脇の下。変わってるな。ほんと育児なしだな私って。帰ろう。お嬢様だから登下校は車かと思った。うん、そうだったんだけどね。一緒に帰りたい人ができたから、明日からジーヤの送り迎えはいらないよ。というわけなの。その言い方だとちょっと。にゃんこデイズ、ここだよ。白鳥さんが連れてくるくらいの喫茶店だから、どんなに高級かと思ったけど、案外普通でよかった。白鳥さん、ここめっちゃ高いんだけど。そのん、大丈夫、ここうちが経営してるから。アイスコーヒー1つ、とりあえず一番安いし。じゃあ私はパンケーキ2つ。2つ。ゆうこちゃん、一番安いの頼んで気を使ったでしょ。そういうのだね。一緒に食べよ。女神かな。いつの間にかゆうこちゃんのこと下の名前で呼んじゃってるね。ゆうこちゃんも私のことあずみって呼んで。あず。あずあず。あずあずあず。あずいの？でもそれアイスコーヒーだよ。そうじゃない。あずみちゃん、ゆうこちゃん、あずみちゃん、ゆうこちゃん、あずみちゃん、ゆうこちゃん。そういえば猫の話まだしてないよね。あずみちゃんちも猫飼ってるんだよね。この前一緒にいた子。そうだよ。なんだかゆうこちゃんって猫のことになるとすっごいキラキラだね。あ、じゃあ猫の話いっぱいすればキラキラゆうこちゃんもっと見られる。恥ずかしい。にゃんこデイズ。あ、暗くなってきてる。早く帰らないとエルザが怒るよ。ん？ゆうこちゃん、バイバイ。猫ちゃんたちにもよろしくね。うん。また明日ね。うん、また明日。怒られてももうちょっとだけ一緒にいたかったな。ピキシー、誰かが可愛いあたちのこと噂してますわ。あずみの帰りが遅いでしょうね。はい、一人が寂しいとかじゃないでしょ。寂しくなんてないですし。あずみ、今日は帰りが遅かったでしゅが、いいことでもあったんでしゅ。うん、すっごく可愛いお友達ができたの。あたちより可愛いんでしゅか。即答でしゅか。あずみが一人の子に対してそんなに楽しそうに話すの初めてかもでしょ。そうかも。ゆうこちゃんを初めて見た時から友達になりたかったの。一人が好きなのかと思って話しかけられずにいたんだけど、やっと友達になれて嬉しくって。なんでそんなに友達になりたかったんでしゅ。猫のヘアゴムが可愛かったから。そんな理由で。なんこデイズ、ゆうこさんは最近学校が楽しそうですね。今までは毎晩嫌だって言ってたのに。まあたちも楽しいことしよう。楽しいことですか？具体的に何するのよ。ゆうこのいろいろ真似するので、何を真似するの？クレヨンじゃなくてこれでお絵かきする。うん、ゆうこが勉強で使ってるやつね。あれ破れちゃう。全然書けない。勉強って紙を破ることなの？芯出してないだけじゃん。見て見て、次はこれで書いてみよう。やっちゃない。今度はもっと簡単なのにしよう。簡単なのって？ゆうこの本読むの。ねえねえロー、まあ漢字読めないからこれ読んで。しょうがないわね。
ましてあんたに私の何がわかるっていうの。わかるに決まってるだろ。俺はお前のことを世界一愛してるから。嘘だって、嘘なの。あ、動画かわいい。美味しそうな本見てたらお腹空いちゃいました。せっかくですから、リンコさんの食べてるおやつをもらいましょう。いただきます。硬い、しょっぱい、あんまり美味しくない。ニャンコデイズ。テレビだったら見てるだけでいいから楽だし、これにしない？それに対する政府の対応は、テレビ見る見る、いいですね。今後の競技が違う。あんたがつまんない。あ、感じさせる話題。ランさんだよね。ギャルっぽくて私は近づきにくいな。確かにおしゃれだよね。勉強も運動もできるし人気あるみたい。そんなすごい子がなんでいつも私にライバル宣言してくるんだろう。いつもってそんなに勝負挑まれてたんだ。うそうだね。白鳥さんってどんな肌ケアしてるの？何も特別なことをしてないよ。天然美少女。そんなのずるよ。何それ残酷。マラソンやだな。ゆうこちゃん体育嫌いだもんね。勝負から逃げなかったようね、白鳥あずみ。その勇気だけは評価してあげなくもないわ。悪役のテンプレセリフ来たよ。にゃんこデイズ。やん、気合入ってんじゃん。当然、どんな勝負でも手を抜かないわ。さすが、アジヤバ、超イケてる。あー、池谷さん早い。でも、あずみちゃんも負けてない。私はすでに横腹痛いや。余裕すぎてあくびが出るわね。あれ、池谷さん、なんでまだここに？で、めっちゃ足震えてる。一体何を怖がって？え、にゃーん。そっか、池谷さんは猫が苦手なんだね。そうよ、猫が怖いなんて超ダサい。今まで誰にも知られなかったのに、きっとみんなにバカにされるわ。でも、誰にだって苦手なものくらいあるよ。それを知ったくらいで池谷さんの友達はバカにしたりしないんじゃないかな。私なんて苦手だらけだもん。あんた名前は？小永優子です。はぁ、小永井さん、ありがとう。なんであんたが照れてんのよ。覚えておきなさいよ。怖い人だと思ったけど案外可愛い人なんだな。マラソン忘れてた。ヤンコデイズ。
か。人混み苦手だし、どうしようかな。お祭りって何？マンも行きたい。ねえ、行こう。しょうがないな。チーとローも連れてみんなで行こうね。私も今来たところだし、一緒に回ろうよ。うん。君たちも今日は一緒に回ってくれるかな？はい。知らない人怖い、知らない人怖い。お魚いっぱいね。食べてもいいの？いや、さすがにそれはマジでダメ。まるで子猫みたいな反応でしゅね。うん。ガーチャー証明してみせなさいでしゅ。たくさん取れたね。次あっち行ってみようよ。うん。じゃあこうするでしゅ。どっちがこの魚を多く取るか勝負でしゅわ。いいよ、絶対マーが勝つもん。ねえゆうこ、あれ、はじみ、しよう、マーがいない。エルザもだよ。いつはぐれたんだろう。とりあえず来た道戻ってみよう。わかった。で、どっちから来たっけ。ダメだ、この人たち。にゃんこデイズ。マーとエルザちゃん、どこ行っちゃったんだろう。白鳥あずみ、ここでアッサが100年目、私と大食いで勝負しなさい。池谷さん、そっちで猫を見なかった？歩くのがこんなにしんどいだなんて。あんまり遅いと置いてっちゃうよ。待ってって言ってるじゃないですか。冗談だよ、早く行こう。こんなんじゃ一生見つからないでしゅ。もう安住に会えないでしゅわ。大丈夫、マーが絶対安住も優子も見つける。だからエルザ元気出して。エルザ、マーにいい考えがあるの。何はともあれ、二人とも見つかってよかったよ。一件落着だね。ねえねえ、ゆうこ、まあ今日はすっごく楽しかった。今度はね、エルザとステージで歌いたい。ちょっと勝手に決めるのでしゅ。もうまた一緒に来てあげてもいいでしょ。ほんと、じゃあステージでおやんこ体操しよう。だからやらないでしゅ。というか二人とも、いつの間にか仲良くなってない？何かあったの？